ジョン・ F ・ケネディ・ケネディ大統領暗殺事件ザプルーダーフィルムザプルーダーフィルムより白黒で復写されたケネディ大統領に最初の銃弾が命中した瞬間のコマザプルーダーフィルムとは1963年11月22日にアメリカ合衆国のテキサス州ダラスを訪問したジョン・ F ・ケネディ大統領の車列をエイブラハム・ザプルーダーが カラーで撮影した 8mm フィルム映像のことである。このフィルムは偶然にもケネディ大統領暗殺事件を最も明瞭に記録した映像となったことから一躍有名になった。現在はアメリカ国立フィルム登録簿に登録されている。事件現場であるエルム通りのパノラマ写真ザプルーダーのいた白いパーゴラは写真中央右寄りにある。その左がいわゆる グラシーノール暗殺事件発生日の午後12時30分、ダラスで婦人服メーカーを経営していたザプルーダーは大統領の車列をエルム通りに面したコンクリート製のパーゴラの一番西側の橋の上に立って撮影していた姿勢を安定させるため会社の受付係の女性社員が背後から彼を支えていたフィルムは大統領の車列が ヒューストン通りから角を曲がってエルム通りに入るところから鉄道の立教下に入って消えるまでの姿を捉えているこのフィルムの資料的価値を高めているのはケネディ大統領が東部に致命的な銃撃を受けた瞬間を記録していることである大統領が東部に銃撃を受けた時大統領の乗ったリムジンはちょうどザプルダーラーの 撮影場所のほぼ正面に位置しており、フィルムには、銃撃を受けた、瞬間の大統領の姿を、はっきりと映している。ザプルーダーが、撮影時使用していたのは、ベルハウエルの 414PD 式8ミリカメラ、ズーマチックで、使用フィルムは、コダックの安全フィルム、コダクローム2-8であった。後に、FBI がこのカメラを調べたところ、 フィルムの撮影速度は平均毎秒18.3フレームであった。大統領の車列の模様が撮影されているのは全体で486フレーム、26.6秒で、そのうち大統領の乗ったリムジンは343フレーム、18.7秒間映っていた。ザ・プルーダーフィルムは、ウォーレン委員会をはじめ、すべての暗殺事件捜査機関により調査された。 委員会はこのフィルムの一部フレームをモノクロ写真にプリントし証拠物件として取り上げたほか様々な雑誌、映画にフィルムの一部が使用された。インターネットでは下のサイトでフィルムの閲覧が可能である。1994年にザプルーダーフィルムは文化的に重要であるとしてアメリカ議会図書館により アメリカ国立フィルム登録簿に登録され、永久に保存されることとなった。ザプルーダーが撮影に使用した、ベルハウエルズ・マチック11月22日の午後には、オリジナルのフィルムからコピーが3本作られた。ザプルーダー自身がオリジナルとコピー1本を保有し、残りのコピー2本が操作のためにシークレットサービスのダラス事務所に提出された。 その後3日も経たないうちに、ライフがオリジナルのフィルムと、それにかかるべての権利を15万ドルで購入した。購入代金は6年間の分割払いでザプルーダーに支払われたが、最初の1年分の支払い2万5千ドルを、ザプルーダーは、リーハーベイ・オズワルドに殺害されたダラス死刑の警官、J.D. ティピットの未亡人と子供たちに寄付した。 1963年11月29日、ライフがザプルーダーフィルムの中から約30コマをモノクロ写真にして市場で公開した。フィルムのコマをカラー写真にしたものは1963年12月7日、発行のジョン・ F ・ケネディ追悼特集号で公開され、その後も1964年10月2日、1966年11月25日、 1967年11月24日と何度も掲載された。1964年10月、ウォーレン委員会が調査結果をまとめ、26巻にも及ぶ証言、証拠物件の記録が合衆国政府印刷局から刊行された。その中の第18巻には、ザプルーダーフィルムの中から158コマが、モノクロ写真として複写されたものが掲載された。 しかし、208コマ目から211コマ目が欠損しており、207コマ目と212コマ目の間に再接合した痕跡が見られた。1967年初頭、ライフはオリジナルのフィルムのうち4コマが現像作業所での事故により誤って破棄され、その4コマの隣のコマもいくつか損傷したと声明を発表した。 ライフはその失われた部分をザプルーダーから譲り受けたオリジナルからの一世代目のコピーから写真にして公開した。1966年、ライフの記者ジョサイア・トンプソンがダラスの6秒間という本を執筆し、ライフに対しザプルーダーフィルムの中から重要な部分の掲載許可を求めた。ライフ側は本の収益をすべて同士に寄贈するとの彼の 申し出にもかかわらず、フィルムの一切の掲載を拒否した。1967年に本は発行されたが、フィルムの重要な部分の詳細な木炭だと、オリジナルで失われた4コマの副写写真が掲載されていた。ライフを所有するタイム社は、トンプソンと本の出版元に対し、著作権侵害の訴えを起こした。地方裁判所は1968年、 フェアユースの法理に照らし合わせ、著作権侵害に当たらないとの判断を下した。判決は、ケネディ大統領の暗殺については、社会全般の中に手に入れられる、あらゆる情報を知りたいという関心がある。トンプソンはこの主題を真剣に研究し、社会に考慮を問うに値する説を示している。被告による副者は公正で、合理的であると認められる、というものだった。 1968年、ライフはニュージャージー州のテクニカルアニメーション社にオリジナルのザプルーダーフィルムから3 5ト、mm、ルフィルムのコピーを作成させた。同社は複数のコピーを作成した中から最良のものをライフに渡し残りを保有していた。その後6年の間、同社の従業員が残されたコピーを使用してクローズアップを使用したバニア。 カメラのブレを可能な限り取り除いた版を作成した。1969年、地方検事ジム・ギャリソンが暗殺の陰謀に関係したとして、ルイジアナ州ニューオーリンズのビジネスマン、クレーショーを起訴した。裁判開始前、ギャリソンが法廷で使用するため、裁判所は、タイム社に対しフィルムのコピーの提出を命令した。フィルムは、法廷で上映されたが、 動画として公開されたのは、これが最初となった。この後半用に貸し出されたフィルムから、さらに多くのコピーが無断で作成された。それらはさらに違法コピーを繰り返され、様々なフィルムの版が全米、そして全世界で見られるようになった。1975年3月、ABC の深夜番組、グッドナイトアメリカでザプルーダーフィルムが放映され、 初めてテレビ放送されることとなった。この最初のテレビ放映は世間の激しい反応を引き起こし、合衆国議会議員やチャーチ委員会により事件が再調査されるきっかけとなった。これらの再調査は1976年にアメリカ合衆国会暗殺特別調査委員会に引き継がれた。委員会は ケネディの暗殺が陰謀によるものだった可能性があると結論を下した。テレビ放送がきっかけとなり、フィルムの著作権をめぐって、タイム社とザプルーダーの遺族が法廷で争い、1975年4月、両社は和解し、タイム社はザプルーダー家にオリジナルのフィルムとそれにかかる全権利を1ドルで売り渡した。 タイム社はフィルムを合衆国政府に寄贈したいと考えていた。当初、ザプルーダー家はこれに反対していたが、1978年になって、フィルムをより適切な環境で安全に保管、保存するため、アメリカ国立公文書記録管理局にフィルム自体を譲渡したが、権利はザプルーダー家が保有し続けた。映画監督、オリバー・ストーンは、 JFK でのザプルーダーフィルムの使用料として約8万5000ドルをザプルーダー家に支払った。1992年10月26日、ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領はジョン・ F ・ケネディ大統領暗殺資料の収集法令に署名した。この法令は暗殺事件に関するすべての記録を歴史的。 行政上の目的のため保存することを定めたもので、国立公文書記録管理局に資料が収集された。ザプルーダーフィルムも自動的に法令で定められた暗殺資料と認定され、これによりフィルムは公式に合衆国政府の所有となった。ザプルーダー家が1993年と1994年にオリジナルのフィルムの返還を求めた際、 国立公文書記録管理局は拒否している。1997年4月24日、上述の法令により設置され、資料の収集を行っていた暗殺記録再評価委員会は、ザプルーダーフィルムに対する制作及び目的と題する、声明を発表した。その中で、委員会は、ザプルーダーフィルムが法令で定められた暗殺資料であると、再び断言し、 1998年8月1日に国立公文書記録管理局に対しフィルムを局内のフィルムコレクションから局が保管するケネディ大統領暗殺資料コレクションに移管するよう指示したこのようないわば法による差し押さえはアメリカ合衆国憲法でも認められているため当初ザップルーダー系の支払いは行われなかったしかし1999年 最終的に政府はフィルムをザップルーダー家から1600万ドルで購入した。フィルムにかかる権利はその後もザップルーダー家が保有し続けた。1997年、フィルムはザップルーダー家の許可の下デジタル技術によって修復を施された。フィルムの様々な修復版は1998年公開のドキュメンタリー映画 イメージオブアニアサシネーションニュールックアットザ・ the, ザプルーダーフィルムでフィルムの歴史とともに公開された。1999年ザプルーダー家はフィルムの権利を1963年11月22日に最初に作成されたフィルムのコピー一時ライフが保有していたフィルムの拡大写真などとともにディーリープラザ6階博物館に寄贈した。 この博物館は1989年2月にオズワルドが銃撃を行ったとされるテキサス教科書倉庫のビル内にケネディ大統領を記念して開設されたものである。現在、ザプルーダー家はフィルムに係る一切の権利を手放しており、権利は博物館の管理となっている。ザプルーダーはウォーレン委員会による校長会で 証拠物件第18巻の885の写真は、本当に自分が撮影したものであると証言した。暗殺の瞬間を捉えた動画のフィルムは他に3本が知られているほか、その他数多くの静止画の写真も、内容はザプルーダーフィルムと相違はない。しかし、研究家の中には、フィルムには特殊効果を使用して改変が加えられていると主張したり、 フィルム自体がデッ像であるとの主張を行う者が少なからずいる。1998年に国立公文書記録管理局はコダックのコダクローム2を開発した技術者チームにザプルーダーフィルムを調査させた。調査を行った技術者はフィルムがカメラで撮影されたままのオリジナルでありよく主張されているフィルムの改変は見られないという結論を下した。また、 その技術者はフィルムには改変が加えられたような技術的な痕跡は何も見られなかったと語っている。ザプルーダーフィルムはよくケネディ暗殺の完全な記録とみなされてきた。しかし、この見方に対する反論が2007年11月22日付のニューヨークタイムズに掲載された。この記事で筆者は ザプルーダーフィルムに撮影が中断されている箇所がある点を指摘している。中断箇所は先導の白バイしか映っていない132フレームと133フレームの間で、校舎にはすでに大統領の乗ったリムジンが映っている。この中断は暗殺の解釈を行う上で重要であると記事では述べられている。ウォーレン委員会の報告書で、 最も議論を呼んでいる問題点の一つに、オズワルドが撃ったとされる3発の銃弾のうち、外れた1発はどうなったのか、またなぜ外したのかという疑問がある。この記事ではその疑問に対する答えとして、オズワルドにより一発目の銃弾が発砲されたのは、このフィルムの中断中であり、その1発目の銃弾を彼が外したのは、交通標識によって、 視界を遮られ、一時的に大統領を指認できなくなったためではないか、という見方が示されている。この記事の筆者は、ザップルーダーフィルムは暗殺の開始を捉えていない。フィルムが捉えているのは、すでに始まっている暗殺の途中からなのであると述べている。1975年に、ABC の深夜番組、グッドナイトアメリカで、 ザプルーダーフィルムが放映されたことにより、ウォーレン委員会の報告の信憑性に対する世間からの信用は大きく揺らぐこととなった。とりわけこの放送が世間に与えた最も大きな影響は暗殺はオズワルド単独での犯行ではなく、複数の人間が犯行に関わったという見方が広く信じられるようになったことである。また、フィルムは 他の映画作品やメディアでも取り上げられている。前述のオリバー・ストーン監督の映画 JFK には当時入手可能であったコピーの中でも最も鮮明なものが使用されており、最後の銃弾が大統領に命中した後、ジャクリーン大統領夫人が口の動きから、お、oh, う、マイゴッドと言っている様子まで読み取ることができる。他にもケネディが頭部に 致命的な銃撃を被弾した瞬間のクローズアップは1993年公開のクリント・イーストウッド主演の映画ザ・シークレット・サービスにも使用されている1998年の映画エネミー・オブ・アメリカには主演のウィル・スミス演じる登場人物がザ・プルーダーフィルムのコピーを持っていると冗談を言う場面もあるこのフィルムに収められている暴力や衝撃性が 1970年代のアメリカの商業映画や自主映画、ホラー映画に新しい暴力表現が生まれる一因となったという意見もある。ロックバンド、マリリン・マンソンは、プレジデント・デッドやポスト・ヒューマンといった楽曲の中で、ケネディアン撮やザ・プルーダーフィルムを取り上げている。ウォーレン・コミッション・ヒリングス・イグジビッツ、ボリュームズ・バイブ、ヒストリー・マターズ・アーカイブの オンライン文書、タイムインク、ブイベルナールゲッシュアソシエイツ、293F サップ、130、146、フィルムの実際の保管場所は変わらず、フィルムの分類区分が変更されただけである。イメージオブアンアサシネーション、A ニュールックアットザ・ザプルーダーフィルム i m d b 2016年3月2日閲覧。ザ・プルーダーフィルムプレスリリース。 2000年1月18日、ザシックススフロアミュージアムアットディリープラザ、ウォーレンコミッションヒリングスイグジビッツ、ボリューム7、ピアニッシモ、569-576、ヒストリーマターズアーカイブのオンライン文書、ノエル・トワイマン、ブラディ・トリーズン、ローレル。パブリッシング、ランチョ・サンテー・フイー、カリフォルニア、1997。フェザー、ジェームズ・エイチ。 アサシネーションサイエンス、フェザー、ジェームズ H ・ H マーダー・イン・ディリープラザ、オープンコート、キャトフィートプレス、シカゴ、2000、フェザー、ジェームズ H ・ H ザ・グレート・ザ・プルーダーフィルム、ホークス・ハット・ローラン J ・ J サーワダ、アナリシス・オブ・セレクテッド・モーションピクチャーフォトグラフィック、エビデンス、1998、ローリー・サーワダ、リクエスト、フォー・レスポンス 2Z フィルム、 ホークスエキス、二千三、マックスハランドヨンハンラッシュ、JFK、S です。リフレームド。ニューヨークタイムズ。http コロンスラッシュ、www.nyimes.com t。スラッシュ二零零七、スラッシュ一一、スラッシュ二二、スラッシュオピニオン、スラッシュ二二、HOLANDHTML l、スワンド、MC、イコールス。二千十六年、三月二日閲覧。 エクスプロレーションズ・アンダーグラウンドアメリカンフィルム・ベンチャーズ・ビニース・ザ・ハリウッド・レーダー26セコンドエルアメリーク・エクラブーシー以下はすべて英語ありがとうございます